今日のゆみみです。今日のゆみみです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。4月28日日曜日18時スタート半スタート18時半スタート、新宿ミコノスでマリア新ネタ3本ライブを行います。ぜひ来てください。そしてチャンネル登録お願いします。あと少しですね。ぜひ行ってほしいな。あとライブの見どころはどこですか？ライブの見どころは、新ネタ、完璧な新ネタ3本。完璧、あ、完全新ネタ3本です。完全、完璧ではないですね。はい、完全新ネタ3本ですね。完全新ネタ3本。コント。コント。オールコント。で、ゲストですね。あとは。うん。一人ずつじゃちょっと。はい。まずは、さつき。おい。はい。あのね、うちの事務所の後輩でね、ムネタというボケの強い、濃いキャラがね、見どころで、あの、ツッコミのノリアのね、鋭い、的確な、面白いツッコミもね、皆さん楽しみにしていてください。はい、そして、2組目、チャーミングさん。はい、野田ちゃんすわって言って、あの野田ちゃんは売れましてね。はい、一回解散してるけど、また再結成してね。うん、なんとね、噂ではね、今年キングオブコント行くんじゃないか説、流れてますね。そのコントをね、十分楽しんでいただけるかと。一回行きかけ、行きかけてたと思うもんね。ね、多分めちゃくちゃ面白いですからね。うん。あとはシャバゾウさんですね。はい。ピンネタでやっぱズバ抜けて面白いですね、シャバゾウさんっていうのね。本当にね。以上です。シャバゾウさん本当に演技力もうまいですからね。人間性も面白いですから、トークコーナーも楽しみですね。ああ、そうですね。はい、で最後のゲストがですね、はい、あの東京クールさんです。はい、あの2人はもうやっぱりもう喋らせたら天才ですね。まあ、昔からあの別々でやってた時からずっと知ってますけど、その時からもずっと面白いんですよ、うん、あの2人はね。で、あの忙しいのかね、来てくれるんですよ、ゲスト、うん、バタ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 と、うん、1回ネタをやって1回抜けて、またアフタートークで戻ってきてくれるんですよ。なかなかそんな優しい人いないですよ ね、 ですよね。普通は断りますもん、うん、調整してくれたんですよ。すごいですよ ね、 ね、はあ、ループ乗ってきてくれるんかな、2人でジジイが劇場と劇場が、劇場やだね、あの衣装で、あの衣装でフーってまあね、面白い人しか出ない。そうなんですよね、面白い人しか出ないんですけどね。ちょっとね、やっぱ連休もあるんでね、皆さんなかなか来れない方も多いんでね、ぜひ日曜日皆さん来ていっぱい飲んで笑ってほしいですね。はい、以上です。ありがとうございました。ちょっと噛みかけませんでした今。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。